第30回超人間コンテストに出場した山形大学クラフトパルの人力飛行機、人力ヘリコプターエアロベロ、S アトラス人力で構想する大堀公園のスワンボート。自転車軌道自転車豆挿認者鉄道人力とは人間を動力源とする動力。太古の時代から使用されてきた動力で様々な用途に利用されてきた。 産業革命以後は、蒸気機関や内燃機関、電動機が普及したため、捨てれたものの、こんなを自転車等の用途では使用される。また、災害時などに、ラジオや懐中電灯等で非常用の電源として、人力発電機が使用される場合もある。また、実用目的以外では、人力飛行機、人力ヘリコプター等もある。また、遊園地などの遊戯施設においては、 人力モノレールやスワンボート等もある。ベロタクシーが代表格で人力で走行するタクシー19世紀末から20世紀初頭に使用され、現在では一部の観光地等で使用される人力の車両交通機関が未発達の時代に使用された人力の鉄道。現在では一部の観光施設等で運行される軌道自転車軌道上を走行する自転車。補選作業や 配線跡を活用した施設等で使用される。人力で前進するモノレールで遊園地などで運行される。ホッチキス自転車鉄道人力のモノレール周囲部、人力の懸垂式モノレールで高層段階人力で走行する。人力の乗り物としては最も実用的で19世紀末から現在に至るまで幅広く使用される。人力で飛行する飛行機。実用性は外務ではあるものの、 毎年のように鳥人間コンテストが開催されるように根強い愛好家層が存在する。人力で浮上するヘリコプター。実用性は皆無ではあるものの、軽量で強靭な複合材料の普及により、徐々に記録が向上しつつある。足でペダルを漕いで前進するボート。主に観光地で使用される。アメリカ独立戦争ではタートル潜水艇が実戦投入され、 アメリカ南北戦争では HL ハンリーが実戦投入された。現在でも国際的な競技会が開催される。ありがとうございます。